会社さんを紹介するっていう、まあ、有名だったら積水ハウス、お客様の要望に沿ってどこがいいですよみたいなのを紹介する、まあ、仲介会社1位の人とかだと100件近くいます、うん、100件家を建てるってこと最初で400、1年で100万とか上がったり。ここからリクルートの、まあ、いいとこと悪いとこね、闇について聞いていきます。じゃあまずリクルートのいいところ、またみんな言うと思うけど当事者意識っていうのが一番かな、はいはいはい、なんかやっぱそのやってることはなんかもう自分事として捉えるっていう文化が一番大きいところかな、うんうんうん、シンプルだけどすごく難しいやつね、うん、あとは他責にしないとかもよく聞くワードだと思うんですけど、うん、まあ、例えば今コロナだからとか、うん、周囲の環境だったりとかのせいにせずに、なんかまあ自分事として、まあ、自責で考えるっていうのが一個あって、うん、自分がどう動けばどう改善するかみたいなのを常に考えさせられるっていうところが、うん、はい、全員やってるところ、うん、なるほどね。でも年次に関わらず、うん、まあ、学び続けるじゃないけど、もうずっとなんか同じような仕事はしなくて、うん、もう改善改善っていうのを毎日、ほぼ毎日ぐらい考えさせられる風土です、うんうん、そう、毎日っていうのがすごいね、まあ、それで言ったらメーカーとかと比較するとやっぱり改善っていうワードはどんどん出てくるけど、毎日っていうスパンでは全然ないもんね、うん、何ヶ月かに1回ちょっと大きいプロジェクト立ち上がって改善するみたいな感じだけど、うん、まあ、もうちょっとちっちゃいレベルだと思うけど、それを毎日毎日繰り返してるってことだね。さっきの当事者意識も2つあるかなと思って、他責にしないっていうことと、もう1つは環境のせいにしない、まあ、人のせいにしないと環境のせいにしない、うん、直近の例で言ったらやっぱりコロナがすごいあったけど、うん、まあ、その時ちょっと愚痴取ったけど、うん、コロナって今は見えてきて郊外に家買う人とか増えて住むも順調だけど、うん、コロナの当時はみんなお金を使わない3ヶ月ぐらいかなっていう環境だったにもかかわらず、目標を変えずに、で上司はいや、なんでできんのや、環境のせいにするなそれちょっと違うくないって聞いとって思ったけど、まあ実際愚痴言っとったもんねだからそういう、まあ、それはなんかちょっと悪い方向に行く時もあるのかなって思って聞いてた、うん、まあ、いいところであり、まあ、もちろんそのひどい環境でそれをどうやってその課題を解決するのかっていう考え方につながるっていうのはすごくいいこともあるけど、あんま行き過ぎるとちょっとただのパワハラになるんじゃないかなっていうのは外にいる身としては感じた、話聞いてて、だからいいところであり、まあ、よっぽど意識高い人じゃないとやっぱり、まあ、リクルートってそういう会社だと思うけど、潰れていくんやろうなっていうのは聞いてて思ったわいや、まあでもあんま強制力は高くなく、環境の変化があった時に、うん、なんかそれをどう乗り越えたかっていうのを、うん、まあ、全体に発信することによって表彰を受けたりもできるんで、うん、トライオンによってはまあいい機会にはなるかな。まあもちろんそうですね。あ、だからまあ目標は変えないけど、だからそこで目標到達できなかったからって言って詰められることはない。ことはないよね。あ、なるほど。基本的になんか詰められることはないけど、うん、まあできるまで何をしていくかみたいなのを、うんうん、永遠と話し続けるっていうのはあるかな。うん、なるほどね。まあもちろん結果が全てだけど、うん、まあ結果に対する、まあ結果が出たらそれに対するプロセスは、うん、まあ社内で共有してっていう、うん、まあまあなんかリクルートらしいというか、うん、うん、そうだね。でまあ一個がそこか、当事者意識。あとはまあそれに付随して、まあ、結構1対1で面談というか、うん、ああ、ワンワン、ワンワンがあったので、うん、あれどれぐらいのペースでやってるの？いや、もうすごい人は週1、うん、ああ、やっぱりね、すごい聞くよね、うん、すごいとこ週1であるよね。結構これも人によっても全然違って、私なんかは全然やってなかったんで、まあ、2週間に1回とか、うんうん、2週間に1回が全然やってないっていうのは今までの経験した会社からで言うと多いけどね大体普通3ヶ月に1回とか、うん、まあ、GM っていうグループで一番上の人とやる人もいたり、うん、私の場合は月1回とかやってたけど、はいはいはい、結構元にやる気ある人とかだと、うん、GM っていう人とも週1回やったりとか、うん、GM と週1回になる、すごい GM 大変やなであとはなんかもっと行くと、まあ、部長ともやる、その GM の上の部長とも結構ワンワンでやる人とかもいる感じかな。なんでまあ1週間に1回そういう日が来るんで、まあ、この1週間何したかっていうのでいろいろ話す気ができるんで、うん、まあ、それに合わせて自分も行動しないといけないっていう環境にも、ああ、なるほどね、自分を追い込める、うん、なってくる、なるほど、はいはい、結構やっぱ新卒とかそういう人とかはもう大体もうマストで全員それぐらいでやってる感じかな。そのワンワンで関係あるところで言ったら、まあ、さっきの目標もそうだけどさ、あのリクルートって特殊な設定方法みたいな、なんかウィルとかさ、ああ、ね、ウィルキャンマスト、ウィルキャンマストか、うん、その考え方ちょっと半期ごとに目標、うん、ウィル目標設定して、まあ、私の場合だったら半期で
どれぐらいの数字を出すかとか、例えば取り組んでる、まあ、プロジェクトみたいなのがあれば、うん、それをなんかどういう風にしたいかっていうのを見るに据えて、うん、それ達成するために、うん、キャンがどんな強みを生かせるかみたいな、はいはいはい、じゃあウィルが未来のことに対する目標か、うん、目標設定して、うん、でそれをキャンでそれどういう風に実現するか、自分キャンだから今自分が持ってるスキルで何ができるかってこと、そう、ね、であとはまあ 弱みというか、うん、この弱み克服できれば達成できそうみたいな、うん、はいはいはい、そういうところも書いていくところ、うん、で、まあ、そのキャンの中にはその具体的なことも書いていくっていうところがあって、うん、まあ、例えば実際にそれするために接客を何件するとか、うん、まあ、ちゃんと定量的な数字で落とし込む、なんかもう行動まで移していくっていう形、うん、マストがリクルートがグレード制で、うん、大体もうそのマストのところはそのグレードで与えられてる数字とか、うん、あと行動の指針とか、ああなるほどね、そのチームだったり部門の目標か、そうす、だからそれは絶対達成してくださいねっていうところが書かれてるウィルキャンマストっていうのを、うん、まあ、半期に1回見直していくっていう形、ワンワンとかで話するのはそのウィルキャンマストに対して四半期で達成できてるのとか、うん、ま、あの月で達成できてるのとか、はいはいはい、まあ、もっと細かくて週で進捗どうなのみたいな、うん、だそれをひたすら追っていくっていう形で、もし達成できそうになければ、うん、じゃあ行動が間違ってるっていうので、うん、行動変えていかないといけないねみたいな、だから新しいなんか打ち手じゃないけど考えて達成できるように持っていくっていう形、だからひたすら本当にもう新しい課題に向けてずっとやっていかないといけないので、まあずっと難しい目標を立ててまあそれに向かってトライしていくっていう、まあまあまあリクルートの文化やな、だから結構飽きる人もまあ多いから、飽きる人もおるに、あのそんなに仕事自体は全然できていくんで、うん、ただもうその改善とかもういいからっていう人も中にはもうできるしみたいな、ある程度できるしみたいな人とかも中にはいて、うん、まあ、そういう人とかだとまあだんだんちょっと居づらくなったりはしていくところ、うん、なるほどね、まあ、リクルートってすごいやっぱり外から見るとなんかキラキラしたイメージとか、うん、優秀な人集まってるとかそういいイメージばっかりだけど、うん、実際の業務内容ってほぼ営業の人やし、うん、やってることってただ他の会社と変わらない、うん、あの泥臭い営業やから、うん、やっぱりその作業自体は飽きていくというか、うんうん、そういう高い志はありながら業務内容自体はね、うん、一緒やもんね、もうちっちゃい改善をひたすら積み上げていくっていう方かな、はい、そんなもんいいとこ、うん、そんなもんなの本当に、いや給料もそんな高くないし思ったよりまあでもやっぱりそういう高い意識を持ってやってるから、うん、その独立して成功する人がやっぱり多いのね、うんうんうん、そう、なんかだから自分が、まあ、例えば副業とか別にやってる人とかも、うんうん、なんか目標設定してどうやって動くかっていうのがなんか結構考えやすくなるから、うん、みんなやっぱ卒業してからも結構活躍する人が多いかなっていう、うんうん、まあ、そこはすごいね、やっぱり人材サービスやってるだけあって、その普通の会社って外で出ていくやつなんてもう知らんみたいな感じだけどまあ外出ていくのありきで人を育てていくっていうのがやっぱりすごいいい文化だし、まあ人が辞めることによって若い人どんどん入ってくるからずっとなんか新しい風が吹くというか、うん、まあ、メーカーとかみたいにその45歳以上がなんか偉そうにせんというか、うんうん、まあ、そういういい会社の雰囲気もできたのかなっていうのは素敵な会社ってことですね、うん、まあ、あとは副業とか、うん、そのなんかリクルートのサービスになんかつながるとかだったら、うん、なんか仕事くれたりとか、うんうん、はいはいはい、あ、そうだね、リクルート独立しても、うん、リクルートから仕事もらってやるっていうのは結構王道のパターンであるもんね、特、うんうん、にやっぱ営業やから結構もらってる人多いかなっていう印象、うん、その独立してその会社が上場したらその株をリクルートが買うとか、うん、株主になるとかっていう話も聞くから、うん、会社を辞めてもウィンウィンの環境を築けるようなシステムを作ってるっていうところがやっぱりすごい優秀なのかな、うん、まあ、応援しても自分たちのメリットがあるよね、うん、リクルートは最高な会社ですということですそう、ね、うん、じゃあ次はリクルートの闇について反対に切る、まあ、リクルート一個一個の仕事はなんか普通の仕事というかやっぱ飽きも早いんやろ、まあ、その分いろんなとこやりたいっていう気持ちが強いかもしれないね、数字追っていくのが辛くて多分改善もできなくてっていうので、うん、どんどん病んでいく人みたいなのがいたりはします。